KKY さんが川島さんに投稿されました。まあ KKY さんはね、川島さんの大きな先輩を上手くないことがあるので、はい、さあ今回の練習に入るのはナンバーさんのコート。そこが伝わらないようにいければそれだけ、ただただそれだけ。まだまだ野田に触った。ファーストアタック、ようやく50秒経ってからようやくファーストアタック。それぐらい慎重なゲームということで理解いただきたい。さあ、いきなり蹴っていた。さあ、今ほんと切れてる。中盤を押してやるのは、ベガが上に逃げたりサイクル逃げたりした時の予防のためですね。話でやってしまうと、さあ投げて受け身がない。これワンチャン出てきた。これはアルミナイトメアはガードから投げてくる。そうですね、KKY さんも、中野さんも試合ということでマイク変わりましたよ。配信されている方は、ワンピー側、裏剣さん、バイソン、ツーピー側、ユメガさんですね。はい、アブリティが突き刺さる。おっと、もう溜まっていた。優勝すると何人勝ち抜ければいいんですか？6人ですね。はい、6人ですね。はい、ということで、ゆうべがさんとケキヨイさんがね、完全に勝ってるんで、このまま行くと、2人が抜けそうな気がしますね。さあ、これは投げて、これは2で逃げれるんですね。から、さあ、上から上からまとわりついていくゆうべが、あとはもう進行が届く。逃げて泣いている。よく位置が見えた気がするが、上から投げる。さあ、とにかく、下がったリスクが高いところに利用した、まずは次、
だ、青サイドまで行く。さあこれはしっかり反応してダブルスライディングから一般で止めるがちょっと安い。体力計算ができているのは有利だ。さあ刺さったらちょっと遠いぞ。暴れない。さあだこれはあと一発で乗ってしまうか。コパンダーユーチは美味しくない。体力がなるときはあれでいいような気もするんですが、いかんせん体力がなかった。ただ指がうまく伸びるのにのらりくらり動いている。さあブラリには引っかからない。さあしっかり反応してスライディングから逃げない。さあしっかりこれは拾った。置き攻めは上に行ってどっか行く。これはちょっと厳しくなってきた。ゆうべが羽を2回ぐらいは全然食らえる。ゲージもある。上刺さって読み合い、毛玉ガード。さあブラリも引っかからない。さあゆうべは集中している。これはミドルキック歩いてきたところに置いてあった。はい、ということで山本さんがチンチン。さあゆうでしたね。シュンディでしたね。はい、ということでチュンディ戦はやったと、ある程度分かったと言っていたユーブガだが、さあダブル2着地に、ダブル2ね、結構いいですよね。画面から引っ越して結構有効っぽい。手前打ちに対して着地させてからのダブル2。さあ押していく。これはチュンディが下がってしまう。向こうに行って上から爆力で回避。さあ大キック、悪くはないが大キック、ここはくぐっていた。さあ機械さんが KK 予選に負けたということは KK 予選に結構勝っている。さあ5勝で並んでいる。今5勝、ここで誰が止めるんだ。ダブル2、これは逃げる。さあダブル2のミニフレームの管理がしっかりできている。さあ行くから、これはもう体力の計算ができたか。ゆうべがどこで相打ちを取る。あと一発はどこで行くのか。逃げる、これは回避する。今のはチュンディが回避する。はい、ということで6勝目ですね。よろしくお願いします。ここでゆうの方が入ってくる。はい、怪人さんの竜。さあ受け身がない、珍しいミス。さあここはスライディングで暴れる。表から投げる、素直にいく。昇竜は引っかからない。めくって刻んで投げる。受け身がない、これは痛いぞ。今のは受け身があったら痛かったので少し暮らした。オールレディースカーティング。イエス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 。いや、なトーナメント。さあこれは有名が残っていく。さあこれは合計トータル9ミッツで決勝のトーナメント、に勝ち抜けということですね。チャットの英語で説明をお願いします。さあこれはバイソンが来た。ちょっと希望が見えてきたんじゃないか。ゆうべが9連勝で終わらせるにはつらい。ナインウィンズ、ゆうべがしそうですね。しそうですよ。さあ仕掛ける、これはしっかり掴む。場面端でバイソンが掴むにしている。ちょっと早いが、コパンでフォロー。しっかり中足で割り込んで、これは最後ずらしてうまいが投げ返される。近くから行く。上が相手に埋める、そういう日も必要。怪しい、下がる、一旦下がる、一旦下がるが引っかかってしまう。画面端、先ほども辛い目にあった。チンチンから、これは最高。ゆうべが8人。
ってしまうのか、はい、ウリブラさんとか言いながら KKY さんもめちゃくちゃ勝ってる気がしますけどね。はい、カルシムなのでちょっと終点台が遅い分ウリブラさんには遅れを取っていますが、安定した戦いで勝ちを重ねている。ここでウーブが4対3で勝ちにしたメガホンとヒーローのフクエリまとわりつかれるのは良くないんですが、そもそもまとわりつかれづらい。これはちょっと離れてしまう。裏に吸って投げる、また投げる、大キック、大キックでした。ダブルに刺さってめくり、ここは刻んで投げる強気だ。今日のユーベガは強気。さあレックーから手前に落ちたところ完璧だ。レックーの前管理ができている。さあ KKY さんもリーチ、そしてユーベガさんも今9連勝達成。お見事。1番目に抜けたので、シードを持っているところに抜けたということになっております。さあ、ここからはまあ引き続き残りの人で、入っていく。今の次の2人ですね。はい、2回戦3回戦さんが入ることになります。さあ、これは KKY さんがカウンターを相手にしている。カウンターならワンチャンありそうだが、 KKY さんも汚れ今ができるはことはなさそうだ。2連勝になるとね、2連勝っていうか総合でトータルで9勝。田さんも敗れて、これは9勝達成したんじゃないの。さあ、ということで KKY さんが 2番目に抜けたと。いや、KKY さんも9連勝なんですけど、ユーベガさんのスピードに負けたということで、はい、じゃあ決勝始まりまでお願いします。はい、ということで、ちょっと 2P 側がね、お互い9戦目ということでちょっと偏ったのになってしまいましたが、ここから盛り上がっていくと思われます。そうなってほしいということで、1P 側が 1P 側が配信側の2回転回戦で、お茶番とかね、もしかも若い頃青と名前が一致しないという完全な老人になってしまってますので、もし名前間違えないかという方がおられましたら、バカ野郎と言っていただければ。さあ、入ってる間に痛いペンが1本取った。まあ、このカード、バルロズバイソン相当、まあ、いいカードなんですが、ずっとバルロザーがずっとペースを取っておかなきゃいけないから、そういう意味では、まあ、辛い感じがありますね。と言ってる間に2回転が引っ掛けて、次がイサジさんということは一周したっぽいですね。セロさんはそっち側でシュートしてくれる人はちょっと気がする。あっちでいいかな、あっちでいいかな、あっこっちの方が見やすい。ちょっと今寂しい感が、やってて寂しい感が。しかしイサジキャリーがキャラスターを覆して画面越しでトリガーを捕獲していたが、あっという間にバイソンが押し返して、どうだこれ、歩き投げ落としました。クレイジー頼んでますが、ガクア勝負に行ったのでお願いします。さあ2本目は離れてオアオ、さあ引っ掛けたがめくりが、あっとつながらず、今のはちょっとわかんないですけど。さあ、タイマリー2回で繰り返して3ラウンド目。さあ、足払いをばらまいて近寄っていくイサジキャミー。しかし、ずうしく前飛びを通して押し返した2回転。ちょっと高いっぽいが、ごまかして掴んで、空投げどうだ、
関リングランド、これが強い。ガシもクソもないし。さあカーシル、さあ2回転ワンに参照してるのかな。さあカーシルさん、開幕は同キャラだったんで、まあ、しょうがないって感じですが、頑張ってほしい。ソルダルシムはいいカード、どっちが有利なのかものすごく分かりやすいカード。さあファイアモードを無理やり抜けて、さあなんとタッチダイパンにフェンド合わせる。まあしょうがないかなって感じですね、バイソンのあれは。水が溜まるまでにバイソンがどこまで、まあ、ダメージを少なくできるかという感じですが、これは完全なパターン。さあ裏に入ってつながったが、さあもう体力がない、削ってもうダメですね。でかいダンパンチを当てるしかないんですが、さあ角さんが、角さんまたダルシムと当たってますね。ちょっと苦渋がない。ガイルは、第1試合私に当たってますね。ちょっといいかな。なんだかんだ言ってもこのキャラさ相当あります。相当な先読みを通さないとこの戦い勝利はおぼつきません。ちょっとね、先ほど飛びを取されると危ない場面もあったりするんですが、今度のことは足に追い込んでいるが、体力はスノマイルがリードしている。この状況は普通に楽しみ。さあ、なんとかドリルを返したいところですが、さあどうだ。さあ、キャンセルファイヤーも通してしまっているが、まだ体力はリードしていたんですが、絶望的。さあ 2P 側ではセオチュンリーが連勝を築いている。そして 1P 側は川島さんが1勝目を挙げて、またバイソン戦ですね。さあ画面端持っていってファイヤーモード、まだゲージも溜まっていないので、そうですね、こうなっちゃいますね。さあブレイブを止めて、さあ次のピオレソピオレ、さあ代々2段、3人目の勝ち抜きは誰になるのか。今のところ瀬尾さんが有力な候補っぽい。さあ配信台では文人さんですか、フェイロンですね。さあレッグ、さあフェイロン戦は全員一と名高い
カワシムですが、そうですね、甘いめくりはあのタッチショーパンで透かせます。それを逆読みして着地レッグとかもあるのか、着地シーンとかもあるんですが、今のタイミングだとちょっと難しいですね。さあ、しっかりとレッグを透かしている。あっと、しゃがみくらい、しっかりジャンプ中キックを引きつけていた。ジャンプ中キックはダルシムの攻撃に対して打点を変えることでほぼ全体化を可能という便利な技。特にめくりすらやしゃがみに対して引きつけると今みたいに一発で勝負を決めることができます。さあ、押している。しかし、こっからダメージを取るのは大変だぞ。投げて、さあ、しかし時間がまだまだあるとはいえもう一撃も食らえない感じになってしまった。ダウンは取ったぞ。どうする。さあ、これはどうだ。支援客合わせました。しっかり機械超嬉しそう、ニヤニヤしております。ダルシムじゃねえっつってニヤニヤしております。さあ、フェイロンに勝てるとは限らないんですが、さあ、目の前で劣化ギア空振っているのに何のお釣りも入れられません。さあ、支援客投げて、ビヨって、さあ、ダルシムでも一緒だったんじゃないですかね。どうなんですかね。いい感じに殺されてますが、さあ、まあ、これは見えてる。さあ、めくりからコンパが繋がっていない。まあ、とりあえずダウンを取って、くぐり投げ、サードみたいなことやってますが、そして、くらい投げ。さあ、死んじゃう、死んじゃう。さあ、かなり押してますが、めくり当たっている。できる。てっきりサーバーだと思ったら光ったからね、びっくりした。さあ、そしてナイルキャビン、さあ、機械に夫人が向いてきたか。サーバー出ないか。爆心中ですか。何勝してるんでしょうか。さあ、機械が2勝目。そして次は、関西からの刺客、清本さんですね。バイソン、違う、違った。さあ、運営なかなか不手際が出ております。さあ、清本さんはどうやら瀬尾さんということになります。さあ、続々と後半ここから参加している人がいる。しかし、まだ間に合いそう。あと4人です、抜けれるのは。
着々とダメージを取っている。のんびりした人間性は大好きですね、この男。垂直から下がって竜巻を処理。さあ機械が3勝目。さあそして向こうの台では瀬尾さんが勝ち。さあ瀬尾さんはそろそろ抜けそうかな。さあしかし機械に試練が。さあテイダルシム、さあドリルと相打ちしてるのにダルシムの方が減ってないという。ランダムチームを見放されております機械。さあなんとかダメージを。さあびっくり投げて、しかしデサも最小のダメージで済ませる。スラストは刺さった、これは痛い。さあ謎の垂直でしたが当然相手を取られます。さあ3周目があるかどうかかなり怪しい。ここによってはそして配信者ライターの方では瀬尾さんが鹿骨の山を築いているっぽい。瀬尾さんは7勝だったんですね。さあそういった間に機械の寿命は今尽きようとしている。さあ反応ドリルにできず。さあ負けた人は最後尾に戻ってください。さあそして瀬尾さんがリーチかかった。感じもあるようになりました。さあ、ドリルさんですか。さあ、すかして、さあ、やっぱり関東のダルシム使いはフェイロム戦は手慣れている。さあ、ショースラタイク、あれはかなり上に意識をフェイロムが振られていたので、まあちょっと、まああれを読み切って送らせてもらうと後ろというのが大きそう。そしてさあ瀬尾さんがかなり英国軌道なプレーをしているっぽい。安定しております。そしてキリグラさんがワンチャン掴んで2ラウンド目は取り返す。さあ飛んできたか。テレポート、チェーン脚でダウンを取ってインフルを打っていく。ベック脚、チェーンが当たらないが投げに行った時はスラスト、最後は首投げ。さあ2回転ダルシム戦喜んでいる。そしてさあ、セオチュンリーが怒涛の急抜け2連勝。さあ、ゆうべが TKO にセオと3人9連勝で抜けております。さあ、そして喜んでいた2回転ですが状況は微妙、これはきついんじゃないか。大ヘッド出ない。さあそしてクレビアだんだん一気に逆転、これはバイソン優位。さあなんか謎のバックジャンプとかしてますが、さあ
という時出てません。なんですか、何だ、結局ヘッドかよ。
ただ強い技をパラバック、やはりテイクもですね。さあこれは繋がんないというアンソンのヘッドの性能。今のは反対もないんじゃない。ね、大中フリがやっちゃいましたね。ヒットバグにして大中スパイラルならおそらく死んでたっぽいんですが、難しいとこですね。さあフリは決めたが、さあこれは終わりと。さあ2回転6勝。バイパーホームですね。ここは2回転慎重にいかないといけないところ。さあ危ないか。さあ危ないね。これは次にすると死ぬよ。終わったな。さあ、あ、マンチャール。ゼロドットはないよね、さすがに。危ない、危ない、2回転セット打っていく。焼き直りが重要。さあ基本は上、ディオール、ディアン、デート。キャミかな。さあ奥の台では角さんが1本取り返している、はい、さあ一番はさあ下段をこすっている。めくりが当たらない、めくりが当たらない。ヘッドで削り、これはちょっときついが、あの見てからっぽい。投げてクーリガン、ヘッドで抜けれますけど、さあ中盤はいって投げてヘッド打つ。さあ踏み込み投げ通した。投げて受け身は取ってる。大足レジっぽかったが、さああるか、投げてどうだ。おお、よくガードしたか、死んだかな。さあ2回転夢ちぐ。さあ奥の台はシャルさんが勝ってますね。ジャメイカカードはレックが非常に
返しづらいキャミー投げて、さあしかし利根川がうまくしのいでいる。支援客、さあ投げに行ったところはキャノンスパイク。しかしシャルさん連勝止まった。さあチエックが引っかかったが、落ち攻めちょっと失敗して、おっと一歩手から返しましたね。さあフーリガンうまい。そしてお久しぶりです、青斎さんですね。さあ噛みついてシーザーしかし体力的には先が勝っている。さあそしてさあ上飛んで、なぜかアクセルスピンナックルが暴発。さあなかなか4人目が現れません。さあそしてスパイが出てきますね、奥の台で。さあトネピーが、しかし2ラウンド目はゆっくりゆっくりリードを広げております。ダイヤシ、さあ素直にパナした。あ、そうそう、あの場合だともうザギアガードしかないので出れば OK ですね。さあ中足を刺してだいぶ頑張ったんですが、2ラウンド目はトネガー、そして機械がアッパークレージを食らっている。さあ投げる中足スパイラル、これは割れない連携。さあもうスパコンで割と終わりっぽいんですが、たまにね、キャノンスパイルは外れるところもあるので、もう慎重に打ってますね。さあそして向こう側の台では1-1。さあキッコーケピーオールだ、おっと投げやすいが受け身は取っていない。さああっという間に体力9割で、おっと投げる、やはりチュンリーは勢いに任せた攻めが怖いですね。さあそしてまたしてもクレイジーを食らって、機械3倍食らっちゃうやべえ。目はしかしトネガーが取り返す。チュンリーかなりね、チュンリー有利だと思うんですが、ワンチャンはあるっぽい。ちょっとよくあるんですけど、さあ今のところ3抜けまで出ております。投げてめくって、さあ抜けたが削れましたね。
が現れません。今んとこ高ポイント取ってるのは2回転ですかね。7ポイント。さあさすがに9ポイントというのはなかなかハードルが高い。さあ秋重さんが稼い…あ、違う、アドバイスは誰だ。ダニーさん。さあそしてバイソン、バイソン。さあトネピーが勝ち星を伸ばした。さあまさかの4人目キャミがあるのか。そしてテさんですかね。さあキャノン上げて、さあキャノンスパイク、マグシムキャミーはかなりヤバいカードですね。キャミーの火力の高さ、技の性能の高さをダッシュにだいぶ活かせるカードです。あんまりやり込まれてないと思うんですけど、すげえ甘いだと思いますけど、キャミいけると思うんだけどな。さあ手足を伸ばす。さあダウン取って、こっからフーリガンはバレていてジャンプ中パンが死ぬほど強いです。さあ開き直って、ヒゲパンチ冷静だった。さあそしてグリグラさん、ガードしましたね今。さあしかしこれでもう危ないが、どうだ、投げ返す。さあできるガードしたが、お互い噛み合ってない感じだが、投げて投げて、リバサファイヤーはインフェルノミスでしょう。さあ粘り切ったテナルシム。さあ両兄弟ともダルシムが勝ってますね。2回転がダルシムはいけると言わんばかりに言いましたが、ダルシムダイソンはダルシム側は感覚を確実に取っていくとこと、相打ちのある可能性のあるファイヤーは10台にタイルを取れるようにしておくこと。さあフィオールこれは投げですね。大事なのはやっぱりね、ダイソンのゲージは体力だけじゃなくてスパコンゲージが怖いので、そこをたまんないうちに何とかしていいんですが、今度は2回転のペースを掴んで、さあ2回転はしかしあんまりぶっぱクレイジーはこれは割れる。
からしかしも全然わかんないです。あーっと回しょうがないですね。多分あのクレイジーはスラストで割れたと思うんですが、さあスラストを知るほど擦っている。意外とこれもバリソン側からするとき、さあ相打ち、これは2回転ペース。さあそれピオリソーダがヘッド出していく。さあ頭突き、ピヨッタ投げで終わり。神の頭突きでしたね今。そこでねひよってバックジャンプするから死ぬんですよ二回転さん。さあ回ってくるんですか二回転さん、大丈夫。さあそしてテイさんはチャボーズさん、ここはぜひともポイント取っておきたい。チャボーズさんには申し訳ないが、このカードはスポッツ X の中でおそらく一番ヤバいと思います。さあしかしチャボーズさんが超頑張っている。さすがにやり方を知らなければサガットに勝機があります。さあこれはクソ高い。さあこの離れた間合いでね、タイガー打つかバックジャンパーが飛び込みと3つぐらいしかやることがないのか。ナルシムはファイヤーと様子見、そしてメテガラドリ、まあ、一応じゃんけんっぽくなってますが全部ナルシムが後出しできるという。さあ無理やりアッパーで割っていくが、そうですね、こんな感じで対空をしっかりしておけばダメージがどうしても取られてしまうと。ファイナルでダルシムはガードに、ファイナルでさえ入れば、さあ、これと止める相打ち、ファイナルが入っちゃいないですね。そしてシャルさんのバイソンですね。さあなかなか4人目が出ません。さあちょっと誰か椅子をもらえると嬉しいな。そろそろ疲れてきた。さあと言ってられないシャルさんがあっという間に1本取っている。84秒。このカードね、もう、あ、ありがとうございます。さあ、しかしラウンド2は、やってる間に、あっという間にシャルさんが、5分ぐらいまで戻していって、さあ、今、しゃがみアッパーが、タクシーのスライディングを潰しました。そうなんです、あの技、実は出がかりは、えらく下に強いんです。ファイヤー打つしかないが、さあどうだ、インフェルノ暴れていた。これはちょっとシャルさんもったいなかったか。さあめっちゃこすっているがファイヤー打った時だけ飛んでいる。今の防
猛ラッシュでゲージも溜まって倍速やりたい放題、これは削って終わり。なんか最初はいきなり2人パパッと抜けて早く終わったかと思ったらえらい長引いております。いい目が出ません。やはり優勝というのはなかなか大変なようで、やっぱりこう安定して勝てるキャラを持ってる相手に持ってたり、そういう相手に当たれる人がポイントを伸ばせる、まあ、運の要素結構強いんですが、毎度強いキャラ向きのルールですね、これ。さあ、残り2人ぐらいから、一気に、場が熱くなってくるのはこのルールは面白いところなんですが、シャルバイソン万全の立ち回りっぽい。さあ、見てからクレイジー。さあ、カーシムさんもここでちょっとがっつり稼いとかないと危ないと思われますが、さあ、相手はシャルバイソン、これはかなり面白そう。今日結構発生しているダルシムキャミーですが、ゴムっぽいですね、結果だけ見てると。さあ、なんところ完全にカーシムペース。おっと、なぜか接近戦を挑んだ。これは危ない気がするが、いいのか。まあ、しかしこれはカーシムスタイルです。さあ、インフェルノ、さあ、ドリルで突っ込んで魂マー。さあ、しかしスラストこすっている。ニフレだと、この技はニフレなんだと、その辺の中攻撃と違うんだよと言わんばかりにこすっております。さあ、大変と、今のを通したらまずいぞ。さあ、無理やりいったがどうだ。さあ、前飛び。さあ、開幕スイジャン、これは完全にカーシム読みっぽいっすね。さあ、しかしこれはダルシムペースになったぞ。あっ、2年だったがどうだ。さあ、溜まって、これは微妙、すぐインフェルノ、それはさすがに止まらない。掴んでクレイジー、削り切った。バイソンウィン。シャルさん7勝。さあ、遅れてきてもう7勝してます、シャルさん。が遅れてきました。さあ、割っていく。さあ、まあ、わからん。ヘッド打つ、歩きつかみ、力強いシャルバイソン。読まれたら負けの選択肢を平気で打ってきますね、あの状況で。さあ、開幕脱破、強気すぎる。ビヨって、中盤オア、サーバー、サーバー、さすがにガードですよね。さあ、リーチ。
同キャラのようですね。バイソンバイソン。さあ中ボーマーで返す。さあ目がいいシャルバイソン、ヘッドでアオアを切っていく。掴む5番、さあ透かして掴む5番オア。さあもうクレイジーがあるので技を重ねられない。どうするんだこれ。総合になりますよね。さあ中ボーで返す。あれ2番できんのか。安定させてるっぽいですね。やばい。さあタッカーっぽいがビヨって大中アッパー。これはさあさすがにしっかり光り返した。あれもまあ入れ込みヘッドで返せるんですが、光ったの見てからはきついっぽいんで、まあ、実質比較です。さあ掴んでいる。ビヨらないがえらい食らって、さあどうだ。体力リードしたのはシャルバイソン。さあ見てから返している。どうや、これ割れる。さあどうだ奥攻め。さあ掴んでどうだ、掴んでどうだ。さあどうだ、ターンパンチ。シャルバイソン止められる。やりました。参加は30名弱ぐらいですかね。28名。やはり同キャラ安定しない。リードしたら一気に決めないと危ないですね。さあダブラに返して、あっとスクリーンミスった。青サイさん、さあこれは確定なので、おおさあ遅らせもむ。さあ引っ掛けて、さあ食らって掴む超大スケーリー。さあなかなか4人目出ません。30分ぐらい4人目が出てないと思います。逆に言えばみんなにチャンスは回ってきている。そのチャンスを生かせるかどうか。さあ揉みまくっている。そんな中機械ガイルはエッサガとやらされているという。しかしリードしている。さあ画面端、これは遠い。さあ代々ビオル2回転回していく。キャニーが出てくるという。さあ3段入って、さあ一気に青沢さんがポイントを伸ばすのか。そしてさりげに機械もエッサガを食らしている。
決めて、青崎さん3連勝。そして清野さん、さあただいまの勝ち抜けはゆうべが KKY 瀬尾となっております。4人目がなかなか出ない。バイソンが7勝8勝と、2回転シャルト、まあ、かなり高ポイント稼いでいますが、その次は誰になるんですか。トネピー7勝、なんとキャミが抜けるのか。残りの1はあと3つ。そしてバックタイムで逃げる、これが正解。さあ、大足どうだ。ガードしたのにスクリューが決まらない、なぜだ。今のは勝ち確でした。さあ、大足当てて、シャガルジャブでデキリフパンチを落としているが、さあ大足、大足、さあすかして、これは決まったっぽい。さっきミスったけど、負けちゃうのか、こっから。さあ、よくわからない盛り上がりを見せている。うえひっそりと配信じゃない台では、機械がダルシムに壊されようとしております。今日ダルシムいっぱいいるんでね、ガイル使いが上がるのは相当大変かと思われます。雰囲気にはなってきている。お、タマちゃんが来ている。
川島さんが来てますね。懐かしい顔です。さあ、右から下に切って、一転裏回ったが大衣装に投げられる。さあ、しかししっかりと初期攻めは支援。さあ、アッパーレッカー繋がらない。これは本田特有の暗い判定。大足、さあこれは、おっと、今のは頭突きが当たったかなというところ。さあクレジットがなくて、さあニヤニヤしながら2回転が入っていくが、さあどうなんでしょう。さあといった間にグリグラさんがポイントを取っていくが、最後は支援客。投げて裏回ったが投げ返して、さあテラーで当たんないが投げて、ごちゃごちゃっとしてますが、アッパーレッカゲー。さあ2回転がリーチをかけたっぽい。さあそして出てくるのは、出てくるのは誰だ、チャボーズさん。これは2回転ガッツポーズ。さあぜひともチャボーズさん分からせてやってほしい。さあスーさん、さあ死ぬほどしゃがみっちゅうパンチを振りまくっている2回転、あれに合わせる技は何なんですかね、よくわかりません。さあクソみたいな行動しかしていない2回転。そうです、強い技を振るのが正義です。さあ倒して倒して、苦しい。そしてグリグラさんが1本取っている、はい、さあしゃがみくらいだが繋がらない。大丈夫、支援は食らったがまだ生きてはいる。さあ投げて受け身がないがまだいけるか、どうだ。さあさあすかせなかった。さあ4番目の椅子は2回転。今のところ上がったキャラはダルチュン、バイソン、ベガ、ベガ以外はやはり強いキャラが上がっております。そしてリーチがかかっているシャルバイソン登場。さあ残り2人、そしてシャルさんがこれで勝てば抜けてしまうので、かなり状況はもう最終局面ですね。さあ中足波動、アッパーレッカー決まらなかったが、内足の空振りに反撃を入れてグリグラさんが1本。竜巻、さあレッカゲン3発、レッカゲン3発、前飛び、レックやりたい放題、レッカゲン。そして奥の台ではシャルさんが勝ちを決めた。5番目の椅子はシャルバイソン。さああとの残す椅子は1つ。さあ
誰が抜けるのか。今のところ最有力はトネピーなのか。トネピーの7勝が今のところ、ミラケンさんが6勝、テサも7勝。さあ誰の順番が一番早くやってくるのかな、分かりませんが、今からもう終わっちゃうよ、もう終わっちゃうよ。さすがにね、今からタマちゃんがね、出番なければね、9連勝あるかもしれないけど、もう出番が多分来ない。いやーね、さすがにもう残り一人だから。お試合はもうこの2台以外は全部。確実にダメージを取っている。さあ今のは冷静なジャンプションキックでしたね。下手にネックに対応しようとすると事故の可能性があるんですが、ピヨって、おっと、ツノキャ、ツノガエル、しゃがみ中盤何も出ない。さあ対空キャノンが出ない。さあキャノンスパイク投げて、サマーで割る。バイパーさんが回している。さあこっからはスピード勝負です。次に急所を出た人は即勝ち抜け。さあトネピー同キャラ、トネビ同キャラ、これはどうなんだ。さあ伊佐治さんはぜひとも嫌がらせしたいところ。そして川島さん勝ってる。さあ裏ケニさんも7勝ですから、ここの2人熱いですよ。さあ違った、あ6勝。しかしバイソンは早く勝てるキャラですからね、割と。トネピー早く勝ちたいが、焦って負けてしまっては元も来ない。1本目取ってるが伊佐治さん、さあフーリガン、フーリガン投げて受け身がない。では川島さんが一本取ってる。さあフーリガン投げているのはトネピー。フーリガンキャノン投げにはいかず。さあトネピーが一本取り返す。フーリガン投げて投げて投げて、半分ないが、まだ分からん。さあフーリガン投げて、キャノンで暴れる。さあまだ分からん、投げたがまだ死んではいない。さあ千葉落として、これは無視。さあトネピリーチ、ここで出てくるのはエスサガですか。
エッサイアキャビーは割とサーカスチャーリーというか、まあ8人ぐらいあると思うんですが、さあしかしそれもこれもモードに入ってからの話、ここからは大使とタイガーをひたすら打つ作業、さあしかしなんか無理やりごまかしている、さあタイク出ない、さあフーリガン、さあトネピリーチ、さあ機械が出番らしいですよ、さあトネピが勝てば終わりですが、終わりではありますが、終わりではありますが、さあトネピ勝ち抜け終了、お疲れ様でした。さあそれでは決勝した、6人は、ゆうべが KKY セオ2回転シャル、そしてトネガワとなりました。中野キャミーという名前だそうです。まあ当然そうでしょうね、まあ下の2つをどっちかからですけど、さあそれでは決勝トーナメント、まず2回転対トネピー、中野キャミー、中野さんいいぞ、さあこれの勝者と私が当たるという形になります。一発勝負、さあキャミーで9勝を果たした中野キャミー、一体誰なんだ中野キャミー、さあ開幕第一足は読まれていた、ずらされたグランド、さあバイソンというキャラの強さを存分に押し付けている、さあクレイジーが出ない、その辺は変わっていない2回転、さあ1本目はあっという間に2回転投げて、さあ投げて、さあピヨリそうだがピヨらない、大橋、さあクレイジー暴れていく、無責任発動ヒットです。さあそれではシャルさんとセオさん、さあこれはおっとシャルさんは色をそのまま使っていく、このカードはバリアが強いんで割と準備って言われてますが、さあシャールさんがあっという間に1本取っていく、さあ横押しが迫力がある、さあ冷静落として投げて、さあどうだどうだ、中盤、今のは7中でもしたんすかね、バイソンはちょっと分かりませんでしたが、さあどうだ、バケツバリアだがバイソンがこじ上げてくる、さあピンチだ、ゲージが溜まっているので、その中に動きづらい、
苦しい。どうだ。もうクレイジーガードできないか。か。あるのか。背中ゲーリ。さあこれはわかん。相打ち。勝ったのはシャルバイソン。今の相打ちなんですね。じゃあ私と2回転。さあ頑張ってほしいですね、ゆきあやさんには。このままやる、このままやるそうですね。ゆきあやさんはね、ファンピー側が大きいんでね。さあここで大会なんだからリセットだろうとカジュアルではないんだと。そういった、さあブラジル、ブラジルだ。さあラッシュラッシュ。さあ今日の2回転さんは結構イケイケにやっていく。大会ではそれがいいんじゃないかと、そういった感じなのか。さあここでファイヤーモード、相打ちでは OK なのか。さあうまい、前ジャンプから画面端に到達。これはでかいですよ、しっかり出る。さあ今の前ジャンプ中キックで落としたのが全ての始まりだった。しっかりスライディング。さあこの感じで止めたのは大きい。食らってしまう、これは大きいファイヤーだったのではないだろうか。冷静に大パン。さあこれは届かない、届かなかった。決定的なアッパーヘッド。さあ画面端は KK 外の領域。なんか危ない、なんか裏に行ってる。そんなこともあんの。さあしかしお互い九州に一生得ている。うわーっとこれは届かない、割った。素直に中足。さあまさかの掴まれてイレッパが裏に行った。よくわからない、そんなこともあるんだ。なんですかね、画面端絡んでたからですね。結構初めて見た感じのような組み合わせでした。さあここで決勝に進んだのは KKY ダルシム。やはり開幕9連勝した格というものがある。さあここ出てくるのはお久しぶりです、ユーデラ先生。来ました、はい、開幕短波に対して。さあ画面端の、画面端の鳥かご、ダイソンを手がで鳥かごしていく。しかしそこはアッパー、危ない。油断、刺さる、投げ返し、誰の前で重ねてんだと。ゆうべがやこ、そして自分は埋める。相手の埋めは許さないが自分は埋める。開幕はバックジャンプ、先ほどの鉄は不可能。さあ、デッキパンから投げ返す、受け身がない。これは固められてしまう、中盤が届かない。さあ、トランポパンで冷静に一旦リズムを取りに行く。さあ、あとこれは拾われるが安く済んだのか、安いのかこれ。暗い投げを選択しているユービが投げて、ここは下段。シャルバイソンも暴れない冷静だ。これもガードしている、どこまでガードするんだこの男。あーっと引っかかって裏にはいかない、表これは刺さらない。さあここは穴を掘ったところに、穴を掘ったところに勝負師のダブルに。瞬間だったら止まっていた、穴だった。酸欠はやるの、やるらしい。シャルさん2回転さん、やんなくていいでしょう。じゃんけんで勝ったを3位にする。さあまあでも9連勝、9連勝バトルの最中ではどちらもシャルさんが2回転差を止めているということで、
二階泉さんとしてはちょっと今日のね立ち逃げは許さんというユーロバイズムを元にすればこの勝負さえ勝てば終わりです。全てなかったことになります。あーハイパン、これはもうわからなくなって食らっているピオル、パンパンパンからパンパンパン、さあ今のはね難しいところでした。どちらがゴチゴチというクソゲーを始めるのか。うまい、しっかり見ていた、しっかり見てからやるぞこの男。遠くからのフォアは許さない。さあ中盤が当たらない、いいですよね本当に。あのクレイジーの後の距離って本当に絶妙な間合いで、この間合いだけはちょっと神って感じはしますが、ゴチゴチ画面端なので続けはしないが人力ゴチゴチ、うわ埋めてアッパー死んでしまう、中断刺さらないが裏から投げる。何かが起こった、くぐったんですけどさらにそこからくぐってガードしに行ったみたいな感じの楽しい絵柄。裏回りからの裏回りガード投げられ美しい。ここで KKY さん対ゆうべが意気込みは聞かなくていいんじゃないですか。勝った人にだけ聞きましょう。いやそれが奥の細道ちょっと久しぶりなんで、明日の、本戦に向けて、リハビリがてら頑張ります。あ、ゆうべがさんでした。続いて KKY さん。最近関東来るたび新しい人もうすごく増えてて、まあ、今日もいっぱいいて、でもなんか決勝で待ってたのはなんかもう十何年も見てる面なんでいい加減勝ちたいなと思います。はいはい、ということで、本日大会中は無敗の2人が当たったということで、本当に今日さあ本当に今日強い人がここで決まってしまう。フォックス前夜祭、さあファイナルラウンド行ってみましょう。さあもちろんこの2人明日も優勝候補、ダブル2から始まる。さあコパンとりあえず落としてファイヤーはガード、画面端には到達した。ゆうべがどうここを切り抜けるか。下段ヘッドからこれはガードしている、うまい。さあつなぎはしなかったが上手に固めて固めてインフェルノから5番ファイヤーは抜ける、中段が当たらない。これはブランクなのか。さあうまい、切り込んだところをダブルジャンプで回避。取ったのは KKY、 中盤で始まる。中盤はね結構いい選択肢です。さあまずは抜けて抜けて必要なヘッドプですから、さあちょっとゆうべがダブルドリルの反応はちょっとうまい、フリックにして逃げる。これは落としにくいジャンプ、今のは落としにくいですね。さあドリルは相打ちから重ねていたところが選ばれている。さあダブルジャンプからくぐったんですが、そこは投げを仕込んである。開幕はドリルで突っ込む。さあちょっとゆうべが上への反応がきたと思っていたが、くぐって表から投げる受け身はある。さあこれはまだまだ戦える、ボールはまだ生きている。さあそれでしゅくぐって裏から蹴る。さあこれは上、今見てても結構返しにくい問いだったと思います。さあゆうべが先生勝利のその喜びの顔をちょっとマイクで表現してください。ニコニコ顔のゆうべがさんです。景気のいい、優勝になりましたので、明日は頑張ります。頑張ります。はい、ということで優勝者はゆうべがさんでした。ということで、あ、セロテープさんがいいんですか。やりましょうよ、やってよ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 、やってよ、やりたいっていう皆さんもやってよやってよ、ほらほらセロテープさんがほらセロテープさんが開催初見
元でエキシビジョンをやれと。セロテープさんが、セロテープさんが勝ったらゆうべがさんの優勝はなしです。はい、ここでセロテープさん勝ったらセロテープさん優勝なんで、はい、ゆうべがさんが勝つしかないんですけどね。よくやってくれたと思います。さあでも結構ね、ゆうべがさん近年セロテープさんにはでかい大会でも敗北を喫しているという、はい、さあ、いった、あるこんなリスクマッチあっていいのか。失うものなさすぎ。あーっと、知らない。あーっと、いや、しかしね、いやー、これはゆうべがの意思を見た、我々。しかし、相打ちで知らなかったのが何よりも辛かった。あーっと、さあ、掴んで、しっかり方向制御完璧っぽい。しかしこれは届かない。ゆうべがここからどう取りますんだ。さあ、いいヘッドプレスから、さあ、ゆうべもなかなか触りにいけない。コパンで止めて、ハゲ縫いからしっかり据える。ゆうべがさあ、何なんだろう、何なんだろうな。あっと、めくりに行く。画面端が近くなった。しかし、セロテープさんはね、結構右に行くんですね。スクリューが右とかに、さあ、行って、5番で止める。しかし画面端が近いので、ゆうべが無理はしづらい。さあ、下がれるスペースはいっぱいあるので、ゆうべが冷静に行っている。さあ、上が噛み合った。ミドルとジャンプが噛み合うと、夢が生まれるんですが、拾って、中断ユーヴガ先生の緊張が伝わってくる動きだった。ということで完全制覇。はい、じゃあセロテープさんから一言明日に向けて。あ、すいません、今日はいろんなところから皆さんありがとうございました。ちょっと残念ながら主催の松いないんですけれども、明日フォックス本番なので、遅くまで飲み合いするもよし、明日に備えて帰るもよし、まあ、お酒飲んじゃうもよし。じゃあ明日、明後日と大会続きますけど、盛り上がっていきましょう。ありがとうございました。配信をご覧の皆様もどうもお疲れ様でした。今日ね、参加者28名なんですが、終わった途中から来て参加してくれなかった方も結構いらっしゃいまして、まあ店長とかたまちゃんとか、あとなんか声もんも来てますね。こんな感じで皆さんやる気満々なんで、明日は熱い戦いが間違いなくお届けできると思いますので、もうご期待くださいということで、どうもお疲れ様でした。
キャンメーカーキャンメーカーラウンド1ファイト。いや、スパイダーアウト。
Go!